ばんは。ピアノ即興詩人川瀬博士と申します。どうぞよろしくお願いします。鶴見の、ね、駅から、北に5分ぐらいですかね、ラバーソウルさん初めて来ました。素晴らしいお店で、さっきレコードジャケットの、ね、お話しされてましたけども、上にレコードそのものも貼ってあるとかですね、なんかすごく面白いですね、こちらね。はい、大変最近安田顕さんがいらっしゃったという話を先にお伺いしましたけども、今日は何の日かご存知の方いらっしゃいますか。今日は誰の誕生日でしょう。私はですね、この曲フランシス・レイさんですね、作曲したフランシス・レイさんの、日本のファンクラブの代表させていただいております。本当に残念なんですけれども、86歳でですね、去年の11月7日にお亡くなりになってしまいまして、14日の水曜日ですけれども、急遽なんとか仕事を休み取って、48時間だけ、ウィーンに滞在するというトンボ帰りの、生涯初めてですね、ヨーロッパでこの短いサイクルで行くという旅行が初めてだったんですけれども、お葬式に参列してまいりました。で、ご家族にはご本人もご家族も大変一ファンである私をですね、親切に優しく、もてなしていただいてて、家族ぐるみのお付き合いが長いんですけれども、そういうところで、フランシス・レイさんの曲を今日はやりたいと思います。で、フランシス・レイさんの曲いっぱいあるんですけども、ここは弾き語りの店なんですね。そうすると私がやったことがあるか、なんとか やれるっていうのだとですね、白い恋人たち、それから狼や天使の匂い、愛をもう一度、雨の訪問者、それから男と女もそうですけども、そうですね、あとは夢追い、とか、俗エマニエル夫人があるんですが、なんかこの中でお好きなものありますか。一曲選ぶとしたら白い恋人たち、ありがとうございます。じゃあ白い恋人たちと今何とおっしゃいましたっけ。エマニエルですよね。じゃあそれをくっつけてやります。はい、一曲目、はい、どうなるか。ビールください。ビール。De la disproportion de notre temps qui court. ちょっとこれ止められないと難しいですね。落ち着いちゃいますね。はい。Voilà pendant 13 jours, la France a fait son discours. Sans oublier qu'en l'instant, quelles que soient les raisons, cela finit toujours. Un peu comme les lampions.Emmanuel, Emmanuel, Jean, mon amour.
先ほどちょっと皆様にお配りしたんですが、こういうですねシリーズもののコンサートやってます、心に響く素晴らしい音楽が広げる世界、実はもうすぐです。5月18日令和の最初のコンサートですね、土曜日、なんと2時からだいたい7時8時まで無料で、プロ の, こういうピアニストさんも来てくださってですね、とても盛りだくさんで楽しいと思いますので、多分関東圏で音のいい、コンサートホールっていっぱいあるんですけれども、その中でもベスト3に入るかなというぐらいの二俣川サンハート音楽ホール、相鉄線がですね今度11月30日に東京に新宿の方につながるんですけども、まだつながってない横浜から行かなきゃいけない二俣川、最後かと思いますけれども、5月18日、これ覚えやすい日なんです、こういやみんな来いやというふうに言ってるんですけども、この日にですねぜひ無料のコンサートいらっしゃってください。ではもう一曲になりましたので、勝手ながら、あんまり知られてない曲をご紹介します。やっぱりフランシスさん選曲とかすごい曲数作ってるんですね。で一つずつの映画にいろんな音楽がありますので、もう本当に数え切れない名曲がある中で、少しでもご紹介できればということで、パリ・ニューヨークというアルバムがあります。それでフランシス・レイさんって、ね、飛行機嫌いなんです。一回だけアカデミー賞を取った後かな、武道館コンサートやってるんですね日本で、その時しか日本には来られなかったです。あと何回もいろんな人が日本でコンサートやってくださいと言ったんですけども、その後何回もあったコンサートは全部フランシス・レイ・オーケストラという名前だけで、指揮者が来る、本人は来ないで、映像だけ映るとかですね、そういうコンサートだったんですけれども、まあ、フランス本国ではコンサートを、まあ、お亡くなりになる直前まで結構やっていらっしゃいました。ではその飛行機嫌いのフランシス・レイさんが、仮の話とです、架空の話としてですね、ニューヨークを旅して素敵な女神みたいな女性と出会って楽しかったよっていう、まあ、そういう物語があるんですけれども、アルバム1枚がほとんどレイさんの歌で占められている、一番最後の曲になります。旅立ちの時、これでニューヨークからパリに帰っちゃうけれども、この思い出を大切にしていきたいなっていうことなんで、ぜひフランシス・レイさんの曲メロディーをですね日本世界の皆さんにこれからも聴いていただきたいと思います。では旅立ちの時です。
ありがとうございました。